ご覧いただきありがとうございます。いつもね、山あり谷ありの谷口釣り船の YouTube 動画ご覧の皆様もね、初めて見てくださっている方も本当にありがとうございます。見ていただいてね、感謝しています。本日っていうかね、昨日本命だったので、これね、録音する予定だったんですけどね、ちょっと1日遅れました。その理由もう少し言いますけどね、僕開始早々からね、イザキ、今ダブル、トリプルだったんですけどね、1匹外れちゃいました。こちらの方ってね、ちょっと初めてっぽいかなと思われたんですけどもね、今日はね、フィッシングマックス様のね、スタッフ様、泉大津店のね、スタッフ様3人がね、来てくれてます。ちょっとね、昨日アップする予定だったんですけども、遅くなった理由はね、実はね、この今この矢印置いてるあのクーラー、このクーラーにね、もう自分たちね、そんなにたくさんいらないからっていうことでね、それだったらこのクーラー入れといてくれるっていうことでね、あの自分のクーラーね、入れてもらってたんですけどもね、なんとね、イサギ50匹とカツオ7匹、それでこのね、帰ってきてからあっちこっち配ったりしてね、イサギ料理、これね、これを出そうと思ってね、ちょっと遅くなってしまいました。こっちが普通のね、イサギの刺身です。こっちがね、これ塩麹にね、3時間漬けたやつです。この塩麹に3時間漬けたやつですね。この右側がね、塩麹3時間漬けたやつです。やっぱりね、そのね、ピカピカ感が違うっちゅうかな。これはね、あの、カツオの角煮です。このね、カツオ。これ、レシピなんですけどもね。あの、カツオ。この地元ではね、このカツオね、めちゃくちゃ、あの、評判が良くてね、美味しいです。砂漠とね、胡蝶に油がものすごいのってて、これすごいなって言ってね、そのぐらいね、重宝される美味しいね、カツオなんですけどね。大阪の人はね、あんまりたくさんいらないみたいですけどね。血合い取ったらお刺身を行きます。まあ、自分一番好きなのはね、角煮。先ほどもね、ちょっと写真撮ってましたけど、角煮。美味しいです。一杯のあてにはね、最高です。レシピ、今のところもう一回戻ってね、見てみてください。あと、まあ、白子。白子ポン酢もね、やっぱりうまいですね、白子ポン酢。あと卵の煮付けで、まああんまり食べたら体に悪いかもわかんないですけどもね、やっぱりめちゃくちゃ美味しいですね、イサギ、絶品イサギです。まあほんでね、普通の刺身とね、塩麹まあ塗ってね、塩麹塗って3時間ぐらいまあ冷凍庫へ寝かしてたって言ってましたけどね、嫁ちゃんね。でまあ食べる前にこう塩麹さーっとね洗い流して、で置くとね、もう普通の刺身と塩麹につけたやつとのね、キラキラ感がね、全然違いました。あのね、なんちゅうんかな、やっぱり塩麹の方がね、ものすごいまろやかになってね、美味しかったです。もう見た目でもね、もうピッカピカね、光ってました。なんかこういうほっぺたに塗っていくと、こういうね、ピカピカツヤツヤになるかわかんないですね、塩麹ね。嫁ちゃんもあんまり言ったらこれ、ね、もう言わんときますけどね、塩麹塗っといたらほっぱあのピカピカツヤツヤになるかもわかんないですよ。一回ね、知らんでって言うてる。はいはい、もう言いません。はい、そんな感じでね、遅くなった理由はね、これ昨日ほんまに帰ってきてね、あちこち近所とかね、ほんまにそんなに入ってると思ってなかったんでね、クーラーね、もっと持って帰らないのって聞いたんですけどもね、スタッフ あのフィッシングマックスのね、スタッフの方にね、この方らに聞いたんですけどね、もういいです、もうそんなに持って帰ってもね、自分らも食べる分だけでいいのでっていうことでね、ほんまにね、イサキ52匹ぐらい入ってたかな。で、あとカツオとでね、まあちこち配って、あ、これ昨日のね、日の出です。あちこち配って、でまああとからね、配った後自分のとこで料理して、まあ自分はね座ってただけだったんですけどね、めっちゃもう料理し終わったら大体7時ぐらいだったかな、30匹ぐらい料理したと思いますね、イサギカツオとね、7時ぐらいでね、早くしたって言うてましたけどね、自分はもうね、この編集まあいろいろあちこちやってたんでね、
自分は手伝わなかったんですけどね、まだかーって言ったらね、そことじゃないよーって怒られましたけどね、はい、家帰るとね頭が上がらない、鮮度ですけどね、やっぱりうち社長がね、嫁ちゃんです。自分はね鮮度でね、何も鮮度っていうね、家帰ってきたら何も鮮度っていう鮮度ですけどね、最近はそういうことしてたらね、離婚もされるとね、いうような感じに言われてますけどね、ちょっとはいろいろお父さんもせなあかねでっつってね、よく言われますけどね、はい、もうあんまり言うてたらまた墓穴掘ってしまいそうなんで、もうこれ以上は言いませんけどね、今日はほんで、まあ、先ほど一投目から分かりました、分かってもらったと思いますけどね、最初はほんまにねダブルトリプルとかでブラブラーってみんなね釣ってました。今日はこういう鼻歌やなーって、邪魔者も消えへんしええー、なーと思ってたらね、ほんまにねブワーッと釣れてね、その後ポッツリポッツリっていうような感じでしたけどね、今日はねほんまに平和でした。もう平和でもずーっとこのようにね、イサギポッツポッツねずっとね当たり来てました。まあ、棚はねやっぱり最初からね、そこから6メーター6、7メーターぐらいだったから、そんな感じでね当たってきてましたけどね、魚影もね今日は、よく見えてました。やっぱりねいい感じでね、この間までみたいなことがなくて、まあね、サザエさんの弟もね、今日はほんまに消えへんなって言いながらね、そんなに来るんですかってね、このね、マックスの店員さん、スタッフさん、私もね、言ってたんですけどね、ほんまにね、前半、まあ、中盤まではほんまに来てなかったです。これもね、トリプルでね、ゲットしてくれました。そんな感じでね、平和なイサキ釣り、今日はね、平和なイサキ釣り、もうなんか今までと違って、もうね、ある程度したら、もうちょっと早めに空いてなとかね、置いていかんとかね、お祭りしたんかなとかね、そんな感じの日々がずっと続いてたんですけど、今日はほんまに平和でね、なんかすっぽ抜けたような感じでね、うんっていうような感じで、もうほんまにね余裕のよっちゃんかましてました。そんな感じでね、まあ、たまにね小アジもね、ちょっと小ぶりなアジもね、来てたりしてましたけどね、まあ、たまにねお客様に聞かれます。船長、俺アジばっかりなんですけど、イサギはもっと上ですかとかね、聞かれることがありますけどね、イサギもアジもね大体同じぐらいの、層で、層っていうかな、棚でね泳いでます。まあ、アジの方がね幅しいっていうかな、ハミが偉いって言ってね、こうパカーって先に食いに来るっていう感じでね、アジばっかりっていう方もね、おられました。途中はね、まあ、イサギ釣ってる方はイサギ釣ってるというようなね感じでした。まあ今月いっぱい、6月いっぱいでね、一応イサギ釣りはね、アミエビイサギ釣りは今シーズンのアミエビイサギ釣りは今月いっぱい、6月いっぱいで終了しますけどね、最後、もう少しもう一回行ってみようかなっていう方はね、ぜひね、予約状況、カレンダー見てからねまた行ってください。まあ今日はね、大雨で荒れてて、まあ、休んでるんですけどもね、まあ、天候良くてね、また人数ある程度ね、3名様以上集まればまた出船しますのでね、また予約状況を見てからねご予約よろしくお願いいたします。まだまだね、モンホでもね卵白子ないやつもねイサギ ありました。ほんまの話ありましたけどもね、まだ、残ってるのもありました。料理のこう写真、最初の方にアップしてましたけどね、卵もありましたし、白子もね、ありました。白子ポン酢で食べるとね、イサギの白子美味しいですね。カツオにもほんまにね卵あってね、カツオの、卵の煮付けもねイサギと同じように煮付けで食べたんですけど、美味しかったです。白子もねやっぱりたまにねお客様言われる方おられます。船長、イサギの卵って食べても大丈夫なの？ね、言われる方おられますけどね、この地元では反対にね、イサギの白子っていうのをね、自分らもねほんまにね、僕らもねこのね今までそんなにねイサギの白子っていうかな、この卵も白子も同じように煮付けて食べてたんですけどね、大阪の方は意外とこのイサギの卵をね
卵食べても大丈夫なんですか？大丈夫ですよ。この辺では卵ばっかりやね。え、そうなんですか？とかね、言われることがね、たまにはありますけどね。卵煮付けて食べるとね、あのたまにこの大阪だったらこうタイの卵っていうかな、煮付けて食べたらタイの卵ってうまいですよって言われる方おられますけどね、イサギの卵もねめちゃくちゃ美味しいです。あのまあいろんな食べ方あると思いますけど、うちはね醤油で甘辛く煮付けてね、イサギの卵食べてね、でその醤油後からね、ご飯の上にね、ご飯の上その汁かけ飯って言ってね、その卵炊いた、醤油のねちょっと味っぽいから、あの塩分超えたか、あの体には悪いかもわかんないですけどね、それをねご飯にお茶碗の上にジャーッとかけてね、ご飯カチャ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 と食べるんですけどね、めちゃくちゃ美味しいです。まあ一回やってみてください。まああのね卵なんで体にはね、もう雨年いてっていうかな、もう体には悪いかもわかんないです。カロリーとかコレステロール気にする方はね、あんまり食べたらあかんのかもわかんないですけど、めちゃくちゃ美味しいです。ほんまにね、卵煮つけてね、ちょっとあの醤油ちょっと多めに作っておいてね、それをご飯にね、卵越し、まあ、ジャーッとかけてね、卵食べもてこうね、はーっとこう食べるとね、めちゃくちゃ美味しいです。それにこうイサギの刺身こうねちょこちょこっと挟みながらね、まあビール飲んでもいいし日本酒飲んでもいいです。最後の締めに、卵の汁かけ飯っていうかな、それで食べてもねめちゃくちゃ美味しいと思います。あ、昨日美味しかったなと思いながら今日はねこれ朝からね、編集してますけどね、そんな感じです。そんな感じでね、イサギはね、今日は先ほども言ってましたけど順調よくね、釣れてます。なんかこの間からいっぺんに水温がボーンと上がった影響かな、もうまた終わりだな、今月いっぱいで終わりだなと思っていたらね、今頃になってからの方がね、だんだん釣れてきてるかな、っていうようなね、感じですけどね、昨日はほんまにね、ずっと釣れてました。僕もだんだんみんなね、皆さんお客様も暑くなってきてたんでね、まあ、昨日はあんまり前の日よりも暑いことはなかったです。ちょっと意外とね曇っていたんでね、めちゃくちゃ暑いなっていうことがなかったんですけどね、あんまり順調よくずっと釣ってるとね、意外と皆さんねもうええわ、まあ、これでも気持ちわかりますね。昨日自分とこも嫁ちゃん30匹料理するのにもう腰痛いわ、まあ、年もあるんですけどね、まあそんなこと言ったら、あ、またいらんこと言ってしまったかな、あのいやまだ若いと思います。はい、そんな感じでね、あんまり量たくさんするとほんまに量かえって料理するのがほんまに大変っていうのは大変みたいですね、ほんまにね、まあ、自分は見てるだけでしたけどね、そんな感じでね、あのまあ 2,30 割ったらいいのかなっていう方が当店のお客様はねほんま多いです。でもある程度、いやそのイサギだったら逃がさんと持って帰ったらいいのになと思って、もうこれ以上釣ってもね、もうでかいのだけ持って帰るよって言ってね、それだったらたまにって言ってね、一応自分のねおかず用のクーラー積んでます。もしねカツオでもイサギでもちょっと小ぶりなやつだったらいらんなっていう時だったらね、鮮度食べるかって言ってね、一回聞いてください、僕食べます。この間もね、動画1回2回目2つ前の動画でもねお話ししたことあったと思いますけどね、昨日のお客様もね、そんなに船長毎日大きくてっても魚ってそんなに食べへんってか、うん、この今まあ4月からの法律でね、まあ、船頭道具やお客さん乗ってる時はね、船頭道具やったらあかんでっていうね、法律に変わってます。でまあ釣り方説明したりね、するときはちょっと竿を持ったりするときもありますけどもね、基本はね道具 やれないような法律にねこの頃は変わってます。なのでねほんまにね、まあ自分一人で行ったときは、あの料理行くときはね、もちろん道具やらないと料理にならないんですけどもね、お客様がね、乗船されてるときはね道具やってないのでね、ほんまにね毎日行ってると毎日魚食べてるようにね思われてる方が多いと思いますけどね、めったに魚ってねほんまに食べてないです。こんなに毎日釣りに行っててもね、
ほんまにね、貯めてないです。そんな感じでね、漁師様もね、漁師さんも隣の、漁師の方もね、たまにね、おいお前、こうなんかあった魚釣れてんけど、お前魚食べるか、魚食べるで、魚好きやでってね、ほんまにね、言ってね、たまにもらいますけどね、毎日行っててもね、ほんまにね、魚ってね、めったに食べることはないです。またね、甘い、もうこれ以上いらないなっていう方はね、たまにね、鮮度、ちょっと小ぶりでもいいかって言ってからね、行ってください。なんぼでももらいます。でも、甘い予算って、また持って帰ったら、嫁ちゃんまた、ね、料理、大変かもわかんないので、まあ、毎日、5、6匹は、あ、これ今、両方のウサギでした。5、6匹ぐらいあったらいいかなと思いますけどね。そんな感じですけどもね、この常連様もね、イサギ、順調よくね、釣ってくれてます。でもね、最初の間にね、バーッと今日はね、ほんまにね、動画一生懸命撮ってってね、もうええかなと思って、ふっとね、バッテリー見るとね、充電してなかったのかな。もうバッテリー容量がね、 iPhone の容量ほんまに少なくなってきてたんでね、でも途中から動画撮ってなかったんですけどもね、途中撮ってない時間帯の方が意外とね、両方で釣っていたように思いました。あ、今も、あ、反対側も、おーってこうね、思いながらね、最近のパターン、そうですね、船頭がいない間の方がね、意外と釣れる。谷口丸というね、常連様はね、あ、また言うてるなと思われるかもわかんないですけどもね、鬼のいない間っていうみたいにね、電動のいない間の方がね、もう言わんとこ、はい、そんな感じでね、このね、お客様の差はこれね、アルファタックルだったと思います。いいロットでした。綺麗なね、いいロットでした、アルファタックル。でまあ、昨日もね、ちょっとね、バトルシップス、のロットね、アップ、ショート動画でアップしてたんですけどね、30、80と50、100っていうね、2種類のね、ロットがあります。今年の、新色。あ、今もね、後ろ、両肩でしたね。30、80の方がね、よく曲がります。よく曲がりますけども、手曲がってね、折れないかなっていうぐらい曲がりますけど、なかなか折れないですけどね。巻き餌出す時の方がね、ちょっと柔らかすぎるかなって、この間もお客様とね、話してたんですけどね、この当たりまったりね、巻き上げる時にはね、30、80の方がよく曲がってね、バレにくいような感じなんですけどね、餌揺そったりする時の、する時は50、100の方がいいかな、というような感じでした。とかね、まあ多分ね、またそのうちお客様にね、鮮度どっちしか言えば聞かれるかもわかんないですけどね、イサギ、鬼やりのみであればね、30、80の方がね、よく曲がってバレにくいと思いますけどね。まあマダイとかメジロとかね、またこの冬場になったら、このワクワク釣りの方も両方するというお客様であればね、50、100の方がね、万能向きかなという感じがしましたね。あとはまあ、まあ、釣り具店様でね、こう持って一応ね、どのぐらい曲がるかとかね、餌揺する時もこう鉛100号聞いててもね、そんなことしてるなと思って、まあ、購入される時だったらつけさせてくれるかなと思うんですけど、まあ、鉛100号つけてこう餌ゆするもね、どんな感じで曲がるかっていうのをね、一応一度ね、体験してから、購入される方がいいと思います。まあ30、80の方がよく曲がります。面白いと思います。50、100の方が30、80よりも少し硬めになりますけどもね、餌ゆするのがね、ゆすりやすいかなとか思いますね。やっぱり好みだと思います。まああと、今度まあ、この週末ですね、22日から、30日までがね、この間インスタの方でもね、アップしてたんですけどね、極スペのロットね、22から30までだったかな、ブンブン高槻店でね、極スペのロットがね、
たくさん置いてるみたいです。で7月の6日の土曜日だったかな、時間指定あったみたいですけどもね、大阪のね上島釣具店様でね、ゴクスペのねロットの、展示会っていうかな、いろいろ置いてるみたいです。またねお時間のある方はねぜひね行ってみてください。自分も行きたいですけどね、もう7月の6日の土曜日というともうねイカメタルゲーム始まってるのでね、多分行けないと思いますけどね、行ってこう自分もほんまに竿ね、おっええー、なこの竿綺麗やしなとかね、うん、やっぱりゴクスペの竿もねバトルシップする竿も人気がありますけどね、最近はゴクスペの方もね人気があって持ってる方多いです。あとアルファの竿もねいいです。いろんな竿があります。まあ、自分の好みもありますし、でまあ値段的にもねやっぱり予算にも、いろいろあるのでね、ね、お財布と相談してからロットは、ね、買うようにしてください。でもねこの間もねお客様とねお話ししてたんですけどね、 中古の竿はねよく見て買わないとねやっぱりねダメですよ。なんちゅうかな、竿っていうのはこうやっぱりふにゃーっと曲がるのでね、あんまり古くなるとねふにゃーっと曲がるところがねだんだんこのねパキパキパキってなってるっていうかな、わかりますかね、このね、ガイドちゃんとつけてるこの上と下とガイドを巻いてるね、巻いてエポキシって言ってね、エポキシか何度っていうやつで、塗装してるところもねやっぱり古くなってこうギュッと曲がってるばっ曲がってばっかりいるところはね、なんていうかな、パキパキパキっとねだんだんねひび割れてきてるというね感じになる竿もありますんでね、あんまり古い竿はね、中古でもまあ中には当たりの竿もありますけどもね、中古ロットはねよく見て買わないとね、もうパキパキになってるね、ひび割れてきてるっていうかな、ガイドの巻いてるところもね、そういうロットかちゃうと失敗する可能性があるのでね、ロットはやっぱり新品の方がねいいかなと思います。まあリールもそうです。たまにね中古のね、オークションで買ったりするね方もねありました。これ船長中古でこう買ってんけど最初から動き悪いんやでとかね、今も後ろで2つか3つ入れてましたね。中古はねやっぱりね気をつけてね買ってくださいね。オークションとかで買っちゃうともう来てからね、到着してみるとね思って出たのと違ったっていうこともねやっぱり中にはあるみたいです。気をつけてね購入するようにしてください。まあお店でまあ新品買う方がいいですけども、値段もねやっぱり最近のリールとかもほんま値段もね高いです。もう10万ぐらいするっていうのがね、糸巻いたら10万ぐらいっていうのがもうそんなばっかりになってきてるので、ほんまにね、ほんま高いですよね。そんな感じでね、まあこれもダブルできますね。釣りに来るね、前には一応ね竿ガイドちゃんとなってるかとかね、リールもね、ちゃんと糸巻いてるか、あんまり古くなってないか、ピーの糸もねささくれてないかって、あんまり古くなってきてるとやっぱり切れちゃう可能性もあります。4号でも切れる可能性があるのでね、糸もねあんまり古くなってないかとか見てね、で工程で引っ張って糸がスムーズに出るかとかね、一応ねチェックして してきておいてくださいね。ポイントついてからね、さあどうやってねって言ったらね、船長電動電ドリル電で動かへんねんけどもとかね、年に1人か2人ぐらいあります。どうしようね、どうもならないと思います。バッテリーつないでもね画面が出ないんですけどもとか、そういうこともねたまにあるのでね、一応ね釣りに来る前にはねちゃんと動くかとかね、糸がスムーズに出るかとかね、竿折れてないかとかね、一応ねチェックしてきておいてくださいね、お願いいたします。まあ、急ぐにね今月いっぱい、6月いっぱいまではね、人数集まってば天候さえよかったらね出船しますのでね、もうあと何回行けるか分かんないです。ぜひね、行こうかなと思う方はねお早めにお越しくださいませ。これずっと向こうにヨットヨット見えてました。この間もテレビでなんかヨットね、たまにねヨットの旗に何度船ついてるなと思ったら、こう何日
無呼吸ちゃうけど、無呼吸ちゅうで全然寄らずに太平洋一周したとかね、世界一周とかあるのでね、今ずっと後ろに見えたヨットもね、もしかしたらそういうヨットかも分かんないなと思って、一応ねこれ動画ね撮ってますけどね、ヨットもうすぐ見えてくると思います。ヨットずっと後ろに見えてますね。おっとととっとヨットって言ってね、寒いと思わんといてくださいね。ちょっと今ふっと思い浮かんだんでね、喋ってしまいましたけど、ヨットあんなんで旅したらいいやろなとね思いますけどね、海の上なんでコンビニもなんもないしね、大変だと思いますね。あんなんでほんま一人でね太平洋一周すごいなと思います。そんな感じですけどね、今日はねほんまにね、今日はって昨日ねずっとね、サザエさんの弟もね全然来なかったっていうことはなかったです。最後のね、10時ちょっと前ぐらいからねやってきました。ベーンって言ってね、ほんまにね最後ねもう今日は来えへんなと思ってたらね、一番最後にね10時前ぐらいからかな、寂しいやろっていうような感じでね最後ねほんまにやってきてました。でまあ、もうね暑くなってきてたし、もう10時半にね、終了したんですけどね、まあ昨日はほんまにね、それまでね、ずっと順調よくねイサギね釣れてました。皆さんね、フィッシングマックス、泉大津店のね方々もね、スタッフの方々もね頑張ってやってくれてました。船頭のためにねイサギ50匹ね、釣ってくれてどうもありがとうございました。最後もねよかったイサギゲットしてくれました。50匹ほどってね言ってましたけどね、もうね数多すぎてねちゃんと数呼んでくれてなかったと思いますけどもね、この真ん中に置いてたクーラー、これ自分のね、船のクーラーなんですけどもね、そのクーラーだけでもね50匹イサギ入ってたんでね、めちゃくちゃね、昨日はね、たくさん釣られてたと思います。そんな感じのね一日でした。旅方混じりね、ちょっとね若いサイズのイサギもね出てきてますけどもね、昨日はね、前半はほんまにねじゃんじゃんバリバリ、それからはねぽっつりぽっつりというような感じの一日でしたけどね、皆さんね頑張ってね、たくさん釣ってくれてねよかったと思います。本日も湖上線&ご覧いただきありがとうございました。できればねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。グッドボタンもね、いいねボタンも押していただけるとありがたいです。本日も湖上線のお客様お疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。イサギ今月いっぱいまで頑張ります。よろしくお願いします。